広島の先発は増田でした。まず1回です。ソフトバンク2アウトランナー2塁から今日4番の生見が先制のタイムリー。まず1点を先行しました。ホーキンスが帰ってきました。ソフトバンク1点先行。なおもランナーが2アウト1塁2塁というチャンスが広がります。そして三森ライトへ、風もありました、ライトオーバー、これがスリーベースヒットになります。ランナーが2人帰ってきて、まずはソフトバンクが3点先行しました。見事な攻撃でした。ソフトバンクの先発はご覧のルーキーのサウスポー松本春です。ソフトバンク2アウトからピンチを迎えますが、ここは末金をライトフライに打ち取ってゼロに抑えます。3対0で試合は3回です。ノーアウト2塁3塁から再び生見、右中間真ん中を破っていくタイムリーツーベースヒット。ランナーが2人帰ってきます。これで5対0。そしてバッターリチャード、これもバットの先だったんですが左中間を破っていきます。またランナーが1人帰ってきます。6点目が入ります。タイムリーツーベースヒット。6対0となって、今度は谷川バットを折りながらの、これがタイムリーとなって2点入って、これで8対0となります。で5回です。カープワンアウトから高木の打球をリチャードがエラー、ようやく1点を返しました。そしてバッターは河村、これは6回です。これが風にも乗ってスタンドまで入っていきました。貴重な追加点、長打力がありますこの河村、高い打球で9点目、貴重なホームランを打ちました。そしてカープですが、林このチャンスにタイムリーヒット2点目、ようやく2点目を返します。これが6回でした。そして8回です。今度はランナーは1塁2塁から名原のタイムリーヒット、3点目を返したというカープですが、しかし反撃もここまで。その後バッターが続きません。最後は9回、中村亮太に抑えられて9対3、ソフトバンクが広島東洋カープを破りました。